はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビシです。では今回は三国志14曹操でのプレイを続けていきたいと思います。実はあの後だいぶ時間を進めてですね、ご覧のように塗り絵ゲームをやっていました。もう大部分を曹操の青色に塗りました。もうこれ後半になってくればなってくるほど、まあ単純な塗り絵のゲームになっていくのかなというところですね。まあその塗り絵のゲームも、終盤に差し掛かってまして、残っているのがもう孫作も実は死んでしまったんですけど、孫作の給料だけとなってますので、ここをね今回一気に飲み込んでいきたいと思っています。であとも見れるイベントがありますので、そのイベントをねちょっと皆さんと一緒に、見ていこうかなというふうに思っています。この定位三奪、これから見ていきます。さて、まあね、国の名前はここはオーソドックスに義で行きましょうか。義で行きましょう。さてこれで皇帝に就任しましたね。波動レベルも9まで上がってますので、このまま一気にね敵を押し込んでいきたいと思います。で残っている勢力ですね、まあ、せっかくなんでちょっと見ていきましょうか。まあ、もちろん曹操がいて、あとは孫子ですね。ここに武将がねまだね結構残ってるんですね。能力でちょっと相当していきましょう。まず統率テープ、そして武力で言うとこのね劉頭がトップに立っているというのがこの孫子になってますね。でも周囲とかね、前回とかで処刑してますので、これらの勢力の中にはもう周囲もいないというところになります。で師匠のとこですが、ここはねもうだいぶすり減らしているので、ご覧のように能力的にもね警戒すべき武将というのはもういないという状態です。なので今回この師匠と孫子、この二つの勢力を滅ぼしてですね、三国志統一戦を終わっていきたいと思いますので、今回もね、お付き合いをよろしくお願いいたします。で、出征コマンドが使えることになったことによって、一気にね、攻略が進むようになってるんですが、出征コマンドを使った場合でも、兵糧切れはね、どうしても避けられないので、兵糧がね、しっかり確保されていることを確認してから、プレイの方をね、やっていきたいと思っています。で、さらに、軍団もいくつか、編成変えています。まず第1軍団はね、ジュシュン。ここに曹操が入っていて、第2軍団が閣下になってます。現役124名。で、これがね、孫子のところに向かっているというところになります。で、第3軍団が淳育。ここもね、淳育含め現役49名で、今、孫子に向かって戦闘中。で、先に第5軍団見ていくと、ここがですね、劉備、現役49人ですね。劉備のところには、張飛とかも入れてあります。で、第5軍団、だいぶ、第4軍団ですね。
だいぶちょっと北の方になってしまうんですけども、ここに芝居を入れていて、芝居もぐわーっとね、何回もできているというところになります。では、時間を進めていきます。もう塗り絵ゲームになってくるとね、結構退屈してしまう部分があるんで、このあたりはパワーアップキットとかでね、改善とかがあったら、より長く最後まで楽しめるんじゃないかなと思うんでね、パワーアップキットに期待したいところです。あと、分かったのが投石。投石の恐ろしさがね、よく分かりました。特に拠点の周りに投石立てておくと敵をバッタバッタと倒してくれる。逆に投石の周りに自分たちが張り付くと、ぐいぐい兵と、さらに、意志も削られていってしまう、繊維も削られていってしまうっていうのがあるんで、弱小勢力でやるときなんかは、投石兵器をね、自分たちの拠点、あるいはその国境に展開しておくのがいいのかなと思いました。このあたりをね、次のプレイで十分にその特性を生かしていければいいかなと思ってます。で、軍が動いてるな。ここが最後の拠点になるであろう霊竜。ここに第4軍団、第5軍団ですね、出撃していて、こっちの慶陽ですね、慶陽の方にも軍を進めていきましょう。そしたら出世を使います。第2軍団は各課ですね。各課のところから軍を一気に送り込み決するということになりますね。出陣する。で、第4軍団の方も出勢を使っていきましょう。ここで一気に蹴りをつける。ちょっとばっかし、兵糧が足りないな。ここはもうちょっと我慢しましょう。先にその城を滅ぼそう。で、曹操も自ら出陣していこう。兵力は有り余ってますからね。曹操を書こうと。ここはオールスターでいきますか。で、兵力的にもね、余裕はあるので、ここは思い切って最後の決戦を、いや、とどめを刺すって言った方がいいのかな。そういうつもりでいきましょう。まあ、経由拠点は一度、樹春から直接行くと何かと弊害がありそうなんで。占領を進めながらね、南海経由でしっかり軍を進めていきましょう。ではここから時間を進めていきます。はい、まず霊領を攻略しました。霊領の攻略完了。あと残された拠点2つ、このまま一気に押し切っていきましょう。これで慶応も取りましたので、
孫権孫策に連なるね、孫氏も滅亡に追い込みました。残された最後の一つ、そこを取ってエンディングを見ていきたいと思います。はい、イベントですね。諸葛亮の嫁取りが見れるので、ちょっとこれも見ていきたいと思います。はい、そろそろ本当に佳境も佳境なので、そしたらここでどうでしょう、自分のね武将たちをもう一度並び立てて見てみましょう。曹操の統率が112までいってますからね。あとはね、長江も仲間、まあ袁紹を滅ぼしてからね、配下に加わった長江ですけど、長江もね顔がね大好きなんですよ、かっこいい。そしておなじみの関、加工と長領に芝居、まあ、この辺りはね、有名どころがずらっと並んでますよね。で、続いて武力ですが、まあ、張飛、張雲、許著。で、まあ、残念なのがね、やっぱり呂布とか、天衣とか、まあ、この辺りがね、もうすでに、この世を去ってしまっているっていうところですかね。あと、観念もやっと戻ってきました。一時裏切ってね、孫策のもとに走りましたが。で、知力で言うと、核か、芝居。で、諸葛亮ですね、今イベント見てもらった。まあ、諸葛亮も統率、魅力、政治、知力と、まあ、申し分ない能力ですね。
武力はね、もちろん低めですけど、まあ、戦闘で、一騎打ちで勝つような武将ではないですからね。で、政治力は曹操淳育。まあ、このあたりに加えて、この秦軍なんかもね、しっかり、力を発揮してくれるというところになってます。で、最後に魅力ですね。劉備がね、ここ魅力はやっぱり高いですね。まあ、こんな感じで、曹操のね、配下に優秀な武将がずらっと並んで、最後、攻略をしていきましょう。で、一応先方はスロットが用意されていて、ご覧のようにね、任意のタイミングで発動もできるようにはなってます。ここまで来て任意のタイミングでね、発動する必要もないので、もうお任せしちゃいますが、あと三国志のパーツキット出た時にね、武将プレイなんかもできたらいいかなと思いますね。今回は君主プレイになってますよ。で、このままぐいぐい削っていきましょう。ご確認ください。まあ本当に序盤董卓との戦いで金も兵糧も兵士もなく押し込まれながら耐えた。あの時からようやくここまで来ましたね。これで全土を制覇になります。波動レベルも10に上がった。さあ、これで本当に全土を平らげた形になりましたかね。ではここからエンディング見ていきたいと思います。はい、というところでご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではね、三国志14初見でのプレイでここまでやってきましたが、今回はねここまでにさせていただいて、次回はまた別の武将でね、ちょっと面白いプレイができればいいかなと思ってますので、アイデアを考えてやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。